はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強モンスターを厳選していこう。やっていきたいと思います。今日厳選する最強モンスターは、このモンスターですね。キングエメラルドです。ハイジャンプ系の最強じゃないかなと思うんですよ。まあ、どっちかだろうね。キングエメラルドか、メタキンか。多分どっちかが最強になるんじゃないかな。まあ、こっちの方が俺は綺麗だから、好きなんだよね。うん。で、今日厳選したいのは、これの、理想個体。特技を5つ持ってるやつ。もしくは、王冠がちょっと違うおしゃれさんだね。どっちかを探していきたいと思います。はい。で、今日はね、1時間とかじゃなくて、100体倒します。100体。おそらく2時間かかるね。うん、それぐらい行けば、多分、出るんではないでしょうか。はい。ということで、メタキンじゃないや、エメラルドキン、キングエメラルドだ。名前覚えられてないな。うん、が出る場所に向かいまーす。出る場所はですね、まず最初説明しときますね。まあ、サイト見たらわかりやすいんですけども、説明しますと、オアシスの駅から出まして、ここに向かってください。こう行って、こっからこう入れるんだよね。で、ここに緑の部分があるんだけども、地下にね、降りる場所があります。そこへ向かっていきましょう。で、キングエメラルドは、他のモンスターとは違って、2体同時に出るので、めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。で、厳選をするにあたって、一番最初に、厳選をした方がいいモンスターですね。これ間違いなく、キングエメラルドから厳選を始めた方がいいです。なぜかっていうと、キングエメラルド、ドロップ品が、スライムの王冠なんだよね。スライムの王冠。あれを落とします。あの王冠が、特、スカウト弾を作るのに、すごく必要になるんだよね。10個必要になるかな？作るのに。なので、ここで、王冠をたくさん集めて、で、特を作って、他の源泉に行くと、すごくいいかなと思います。はい。ということで、到着しました。ここですね。この下に行きましょう。そしたらば、下にキングスライムいると思います。で、その下にも、もう一体いると思うんだけども、その片方が、エメラルドにあります。で、ここの真下にも一体出るのよ。そこも、エメラルドになります。なので、ここはね、ものすごい、効率よく、厳選をすることができますね。では、厳選のやり方いきましょう。まあまあ、振り向いたら、モンスターが変わってるっていうやつは、わかると思うんだけども、それで場所が重要なんだよね。敵がちょうど見切れる場所、そこを見つけないといけないんだけども、見切れる場所は、ここです。ここ。この石の上あたりがベストだね。で、右の方にキングスライムがいますよね。で、左の方にもキングスライムいますよね。これを同時に、変えていきます。まあ、やり方はご存知の通り、後ろを向いて R3 押し込み。で、戻って R3 押し込み。ですね。そうすると、キングスライムが変わります。あ、こっちのやつがいなくなったぞ。メタスラになってる。メタスラになってる。違うよ。違う。エメラルドだね。エメラルドの方を探してます。出てないね。うん、ちょっと待って。まず上の方から行くか。上の方から行きましょう。そろそろなったかな？あ、まだ。あ、なりました。キングエメラルドに上の方が変化しましたね。で、変化したら、まずは、スカウト弾を撃ちまして倒すと。はい。で、今回は仲間にならなかったので、また次に行きたいということですね。で、下にも、先ほど言った通り、
キングスライムが湧きます。湧いてるよね。で、あれを、エメラルドに変えていきましょう。こんぐらいでいいかな？もうちょっと後ろか。ここら辺で多分いけるはず。ちょっと見えにくいな。もうちょい後ろか。あ、やっぱりここでいいのか。さっきなんか消えたりしたけどね。はい、来た！キングエメラルドです。やっぱりあの石の上で大丈夫だね。で、メタルスライムはいるけども、メタルスライムはとりあえずガン虫で、こいつから倒しましょう。あー、メタルスライムついでに倒してくれた。ありがとう。で、仲間にはならなかった。うん。まあまあ、そんなもんでしょう。3回に1回ぐらいだもんね。3匹に1体ぐらいの確率で、仲間になりますので。お、キングエメラルドコイン。でも虹じゃないといらないんだよね。で、2体倒しました。倒しましたらば、厳選をする場所に戻って、セーブですね。セーブをします。はい。で、ロードですね。それでは、戻ってきました。厳選していきましょう。あ、いきなりもう下、キングエメラルドになってるね。ラッキー。で、片方の、スライムは、メタスラになるタイプみたいだな。はい、倒した。次は、仲間になった。でも、おしゃれさんではなかったね。できれば、特技5よりも、俺はおしゃれさんの方が、集めたい。うん、とにかくおしゃれさんが欲しいんだよ。全キャラおしゃれさんを集めたいところなんですけどね。なかなかね、おしゃれは出てこない。うん。で、あ、はい、これ。スライムの冠ね。冠はここに出るので、すごくいいですね。で、ここ変えていきまーす。そこね、そこだな。まっすぐ。はい、変わった。キングエメラルド。まあ、長くても5回ぐらいに1回は変わるんで、そんな時間はかかりませんよね。いけー！どうだ？よっしゃー。はい。ということで、こんな感じで、厳選していきます。100体倒してみましょう。100体倒せば、多分、40体近くは仲間になると思うので、いいのが出るでしょう。では、厳選していきます。ブラボー！ブラボー！ブラブラブラ！ブラボー！それでは、これが最後にします。うん。これでちょうどいいぐらいだと思いますよ。行きましょう。で、最後の最後に超強いが、危ね。あ！ダメだ。あ、倒してくれた。ナイス。ありがとう。これずっといるとね、やっぱね、夜が昼になったりするからね、なかなか難しいんだよね。で、最後に強いカンダタタンが出てきてくれました。虹メダル出して！虹メダルを！よし、ナイス！古文の虹メダルが出ましたね。オッケー。では、あと上を倒して、ちょうどいいですね。うん。確かスタートの時に3体すでに倒してたので、103体になれば、オッケーです。しゃ。あ、ちょっと待て待て待て、あぶねあぶねえ、ん、危なあ、危ねえ。違う球打ってたわ。よし、最後の最後に、スカウト1匹増えました。で、これで間違いないでしょう。モンスター図鑑を見てみまして、倒した数、103体だね。今日ちょうど100体倒しました。では、戻りまーす。それでは、戻ってきました。さあ、何体出てるでしょうか。100体倒したから、50はいないかな。やっぱり2回に1回ぐらいは仲間になった気がするんだけどね。まあ、見てみましょう。4、8、12、
あ、スライムもいるね。12、16、20、またスライムがいる。24、28、32、36、40、お、40いった。40、44、48、52、お、56。あ、56。で、途中で3体ぐらいいたよね。53体か。あ、じゃあ2回に1回程度は仲間になってるんだな。はいはい。これ、徳を使えば、もうちょっと上がるだろうけども、いや、十分十分、50体以上、仲間になってます。では、見ていきましょう。理想個体は、特技を5つ持ってるやつ、もしくは、おしゃれさんが欲しいですね。ちょっと待って、おしゃれさんってさ、宝石系いない？なんか、見たことない気がするんだけど。で、今回も出てないでしょ。今回も、宝石系のおしゃれさんは、いないね。宝石系おしゃれいないのかもしれないですね。はい。多分ね、金色は、ダメだと思う。うん。金色は、スキル3つなので、ダメですね。虹だな。虹しか多分ワンチャンありません。見ていきましょう。ポパリー。ベホマラあるね。キングプレス、ベタロール。プリズムクラッシュ。いいんじゃない？で、プニプニボリ。あ、安全第一があるか。これね、ダメージもダウンするんだよね。安全第一はちょっと良くないけども、入りやすいやつかな。スクルトか。いや、スクルトはいらないな。安全第一。うん、スクルトはちょっといらないかな。こっちは、あー、スクルト。これ結構入るやつかな。歌舞伎もの安全第一。あー、歌舞伎ものと安全第一は、まあ相性いいと思うんだよね。狙われやすくって、ダメージがダウンするんで。うん、相性は良さそうね。で、抜けさ。どうだ。あー、これは、ベホマラーがついてないので厳しいか。奇跡の拳。何これ。物理攻撃で HP 回復。うわ、いいな。いいね。高銀。あー、スクルト、ダメですね。で、キサラギ。名前かっこいい。あー、ダメだ。ベホマラーがなし。安全第一の奇跡の拳。あー、いやー、虹少ねえな。枕は、あー、これもスクルトが入ってる。安全第一は基本的に入るやつなのかもしんないですね。いやー、ちょっとないぞ。もう虹がない。あ、よかった。あと3匹いる。エメキンがなんか一番珍しいじゃない。普通の名前だね。でもダメです。アサーボラケ。どうだ？あー、でもスクルトが入ってるなー。ベホマラーだけでいいんだ。ダメですね。ノクターンは名前かっこいいよ。あー、スクルト入ってる。パメラ、ラスト。オッケー。あ、奇跡の小淵の安全第一。まあまあいいんじゃないですか。足りません。はい。とりあえず今日はですね100体倒しましたところ52体かな仲間になりました。で、理想個体はどうなんだろうね。なんだろう、宝石系にはおしゃれさんはいなくて、スキルが5個つくやつっていないのかな。全く見ないんだけどね。昨日も厳選したんだけども、ナイトファイラスでもないし、他のやつでもいなかった。もしかすると宝石系はちょっと特別なのかもしれませんね。スキル5個はなくっておしゃれさんもいないのかもしれません。ちょっと俺が出会ってないだけかもしれないですけどね。はい、まあ、とりあえず、今日厳選した中で良さそうなやつ、1、2体選んで仲間にしてみます。はい、ではまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。